ドイツ語、ドイツ語、ドイツ語、毒は、インドヨーロッパ語族、ゲルマン語派の西ゲルマン語群に属する言語である。和社人口は、約1億3000万人、そのうち、約1億人が、第一言語としている。漢字ではドイツ語と書き、一般に独語あるいは毒と略す。ISO639 による、言語コードは2字が、コデセ1、3字が、 コディセニである。現在インターネットの使用人口の全体の約3%がドイツ語であり、英語、中国語、スペイン語、日本語、ポルトガル語に次ぐ第6の言語である。ウェブページ数においては、全サイトのうち約6%がドイツ語のページであり、英語に次ぐ第2の言語である。EU 圏内では、母語人口は、域内最大、ヨーロッパ全土ではロシア語に次いで、 多いであり、シャ人口は英語に次いで2番目に多い。しかし、海岸線の少ないドイツ、オーストリアの拡張政策が歴史的に主に欧州内を中心に行われたこともあり、英語、フランス語、スペイン語のように世界語化はしておらず、基本的に同一民族による母語地域とこれに隣接した旧支配民族の使用地域がほとんどを占めている。上記の事情と 両国の大幅な領土縮小も影響して、欧州では非常に多くの国で母語使用されているのも特徴である。以上の4カ国は国民のほとんどをドイツ語の母語話者が占めている。スイスにおいてはドイツ語話者は全人口の64%を占め、スイス最大の言語集団となっている。ドイツ語はベルンやチューリヒを中心とする国土の中央部及び東部で広く話されている。 ベルギーにおけるドイツ語話者は人口の1%を下回り全く一般的な言語ではない。しかしベルギーにおけるドイツ語話者は1919 19年にベルサイユ条約によってドイツから割譲されたベルギータンの地域に集中しているため独自の言語共同体であるドイツ語共同体を持ちフランス語、オランダ語と共に独自の言語共同体を持つ3つの言語の1つと なっている。トレンティのアルトアディジェ州はかつてオーストリア帝国領であり、中でも北部のアルトアディジェ、ボルツァーノ自治県はかつて南チロルと呼ばれたように、ドイツ語圏であるチロの一部分となっていた、関係上ドイツ語話者が多数を占め、ドイツ語もイタリア語と並び公用語となっている。この両地域はドイツ系のアルザス人が人口の大部分を占め、アルザスイコール、 ロレーヌとして長くドイツ・フランス両国の係争地となっていた地域である。ナミビアは第一次世界大戦まではドイツ領南西アフリカとしてドイツの植民地となっており、第一次大戦後南アフリカの委任統治領となってもドイツ人入植者は首都ウィントフックを中心に突ゴのコミュニティを保ち、現地の白人社会においてはアフリカアンスごと並び有力言語となっていた。 ナミビア独立は後、ドイツ語の地位は低下したが、なおも入植者の子孫らによってドイツ語は話されている。また、ドイツ系以外の国民も商業語としてドイツ語を学んでいる。ドイツ語の方言は大きく分けて、北部方言、低地ドイツ語、途中部、南部方言、高地ドイツ語に分けられる。地方文献が他の西欧諸国に比べてはるかに進められている。ドイツでは、 方言の公的意が高く、中には定作戦語のように独自の言語として保護されているケースも存在する。とはいえ、ドイツ国内の保護は概ねドイツ語の一方こととしての扱いに留まっている感が否めず、これに不満を持つ者と現状を支持する者との間で激しい議論が交わされている。現在標準ドイツ語と呼ばれるものは書き言葉としては主に、 中林源地方などで話されていた東中部方言、中林源オーバーザクセン方言をもとにした言葉で、この特徴を持つルター役聖書のドイツ語が広まったことによって標準文語の地位を獲得した。このため、高知ドイツ語という言葉は標準ドイツ語という意味でも用いられる。ただし、発音に関する標準語の規範は19世紀末になってテオドール・ジープスの舞台ドイツ語、 を権威として確立され、ジープスが低地ドイツ語の発音に強く傾倒したため、発音に関しては、低地ドイツ語の地域であるハノーファーの都市部の発音が、最も標準語に近いと言われている。今日外国語としてドイツ語を学ぶ場合、この標準ドイツ語を学習することになるが、ドイツ本国では、完璧な標準ドイツ語を母語とする和社は少なく、どの地域も、たとえ、中林源地方や、 ハノーファーであったとしても、ある程度の鉛が存在する。中部、南部方言は、第二次死因水位ないし、高知ドイツ語死因水位と呼ばれる、死因変化が起こったが、北部方言では起こらなかったので、死因に規則的な違いが見られる。中、南部方言はさらに中部ドイツ語と、上部、南部ドイツ語に分けられる。低地ドイツ語は、中部ドイツ語。 上部ドイツ語と方言連続体を形成しており、かつては同じ言語とみなされていた。だが、今日は第二次死因推移を経ていないことなどをはじめとする大きな相違点から明確に多言語であると考える傾向が強い。また、定地フランク語は他の定地ドイツ語、定作戦語、東定地ドイツ語と比べ、アングルフリジア語群との共通点が少ないことから、定地フランク語を 定地ドイツ語に含めず別の言語グループとする場合がある。ドイツ語という語は786年、テオディスクスというラテン語型で初めて文献に登場するが、これは民衆のという意味を表す、ここをドイツ語の形容詞から派生している。このテオディスクスは中東人イコールとイトーネ、ドイツ語辞書によるとゲルマン系で、ここをドイツ人の先祖とされるのをラテン語系ともされる。 高知ドイツ語は、時代順に、とおよそ四つの段階に分類されている。これに対し、低知ドイツ語はの三期に分類されている。ドイツ語の原型となる、西ゲルマン祖語は、ゲルマン祖語から分化し、紀元前2から3世紀頃に完成していただろうと、考えられている。紀元後500年頃までに、第二次死因推移が起こり、高知ドイツ語と低知ドイツ語との差異が明確になった。 こうして、国王ドイツ語時代が始まるが、この当時は、まだ全ドイツ的な標準ドイツ語は存在しなかった。いわゆる、国王ドイツ語は、当時の高知ドイツ語の様々な方言の総称であるに、過ぎない。現在までかなりの数の国王ドイツ語による文書が残っているが、その多くについては、作者がわからない。有名なものでは、旧世紀初めの女子誌、ムースピリア、ベッソブルンの祈祷書、 オトフリートフォン・バイセンブルクによる福音書などがある。また、当時の書き言葉では、ラテン語が優位を占めていたが、多くのラテン語文書の翻訳も作られた。例えば、イシドール、タチアーン、また、ザンクトガレンの僧侶ノートカーによる、旧約聖書の紙偏などが挙げられる。11世紀に入ると、ドイツ語による文献は増え、僧侶に代わって、 宮廷の騎士たちが言語の担い手となってきた。ミンネザングと呼ばれる銀遊詩人たちは自らの詩がなるべく広く理解されるよう多くの方言の共通点を集約してドイツ中部より内陸部で大多数に通じるようななかなかドイツ語を形成した。中高ドイツ語は古交ドイツ語と比べて母音が減少し語尾の変化も単純になっているがまだ新高ドイツ語よりは 複雑なものだった。中世末期からルフした民衆本はわかりやすいドイツ語で書かれていたが、まだ聖書法もなく地方ごとに独自のやり方で表記していた。初期新興ドイツ語は表記にも一定の法則性を与える方向に向かって形成され、1522年頃完成したドイツ語訳新訳聖書、通称九月聖書をはじめとする。 ルター訳聖書によって発展した。17世紀にはドイツ人の民族としての自覚が高まり、知識人の間では統一されたドイツ語を求める国語浄化運動が盛んになった。実りを結ぶ会の結成がその例である。近代ドイツ語の聖書法は、この頃より整備され始める名詞ごとを大文字にするなどの工夫は、この頃生じた。この主張は、 ロマン主義の時代に引き継がれ、グリム兄弟による辞書の編集やコンラート・ドゥーデンの聖書法辞典などによって新興ドイツ語が形成された。しかし1998年8月1日に導入された聖書法についてはいまだに論議があり、グリム兄弟の辞書が完成したのは着手から100年以上経った1961年だったことも考えると、他のすべての言語と同じように、 ドイツ語も未だ形成過程にあると言えるだろう。もともと、統一以前の連合諸行時代のドイツ語では、民族を表す、ドイツ」が、同じ言語を介す民族の間で、共通の言語名とみなされていたようである。オランダ語では、ドイツという。これが、江戸時代に、日本に入り、ドイツになった。言語学上、英語もドイツ語と同じインドヨーロッパ語族の、ゲルマン語派に属し、 2000年ほど前に共通の祖先から分かれたと考えられるため共通点が多い。しかし、両語が辿った歴史的背景からとりわけ中世以降、相違が広がった。以下に主なものを記す。近代の日本はドイツ帝国、バイマル共和制、ナチスドイツを通じてドイツから様々な影響を受けた。 西洋医学を輸入する際に、ドイツ人教師を招いた影響もあり、多くの医学用語がドイツ語から借用され、かつてカルテはすべて、ドイツ語で書いていた。そもそも、カルテの語源はドイツ語であり、英語で言う、カードである。1960年代、昭和40年代くらいには、例えば補行素、コエンザイムをコエンチーム、ウイルスをビールスなどと、ドイツ語式に学習されていたが、 現在ではそれぞれ英語、ラテン語読みが一般化している。工学等でもドイツに習う部分は多く、鉄道用語などをはじめとして、ドイツ語発祥の用語が多く使用された。戦前の日本の教育では英語に次ぐ重要な外国語としてみなされ、例えば各旧制高校では、文校、理工クラスが英語を、文をつ、理乙クラスがドイツ語を第一外国語として学んだ。 フランス語を第一外国語としたのは、文兵、理兵クラスであるが、設置している高校は少なかった。エネルギーやアレルギーなどの物理学、科学用語、さらには、アインザッツやタクトなどのクラシック音楽用語、音名なども、ドイツ語名、アー、ベー、チェー、を使う人が多い、ピッケル、リュックサック、ザイル、チェルト、シュラフ、ヒュッテのような登山、山岳用語、 プルーク暴言、ゲレンデ、ストック等のスキー用語などにも使われている。これらはいずれもドイツあるいはオーストリアで盛んだったものを日本に移入した結果である。例えば、クラシック音楽はドイツオーストリアから J.S. バッハ、モーツァルト、ベートーベンといった著名な作曲家、演奏家が輩出し、クラシック音楽の中心とされてきたことによる。ベートーベンの歓喜の歌は、 日本でもドイツ語で歌われることが多い。また、日本にスキーを紹介したのは、オーストリア・ハンガリー帝国の軍人のレルヒ少佐である。また、昔の政治や、社会運動に関係する用語にはドイツ語に由来する、ものが多かった、パルタイ、ブント、ケルン、ゲバルト、ウチゲバ、フューラー等。これは、当時の日本の左翼思想に影響を与えた、マルクス主義のマルクスやエンゲルスの現状や、 マルクス等に影響を与えたヘーゲルをはじめとする、ドイツ関連論やヘーゲル左派などのドイツ系の哲学、原著、右翼思想に影響を与えたアドルフ・ヒトラー、我が闘争などナチズムの原著がドイツ語で記述されていたことの影響である。その他、ドイツ語に由来する日本語には以下のようなものがある。日本語で用いられている、ドイツ語由来の語は必ずしも、 本来の意味を正しく反映していない、あるいはいくつかある意味のうち一つのみが用いられていることがあるので、ドイツ語を話すもしくは学ぶ際には注意が必要である。ドイツ語では、一般名詞、代名詞、監詞、形容詞に、主格、俗格、予覚、体格の区別があり、日本のドイツ語教育では、伝統的に一格、主格二角、俗格三角、予覚四角、 対角と呼ぶが、ドイツ語圏をはじめ欧米ではほとんど使われない。また、この名称は、他言語と共通性がないので、比較言語学、言語類型論の立場からも進められない。英語と同じラテン文字に、ウムラウと、ヘンボインと、エスゼット、ギリシア文字の、ベータとは異なるを加えた30文字を使用する。なおは、語頭に来ることがないため、元来大文字は存在しなかった。 ウムラウトや SZ が表示できないときは、と代用表記することになっている。表題や漫画のセリフなどで単語を、すべて大文字にする場合、は、SS、または、SZ の大文字、で表記する。なお、第二次世界大戦終了後まで、ブラックレターの一種である、フラクトゥール、ドイツ文字、メの小文字ともが印刷に、 これを元にしたジュッターリーン体が筆記に用いられていたが、現在では装飾用などに使われる程度である。ドイツ語音論を参照のこと。ドイツ語の文法を参照のこと。を参照のこと。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。